上越市で今日飲食店の関係者にお披露目されたのは、地元の酒粕を使ったトマトベースと味噌ベースの2種類の鍋。発酵食品の製造が盛んな上越市ならではの新名物を作り、観光の振興を図ろうと上越市の企業などで作る実行委員会が開発しました。しかし県内では他にも長岡市の雪田谷地区などが発酵の町として PR していることから、差別化が必要と考えた実行委員会。そこで発酵学の父である坂口喜一郎先生、これはですね、長岡にも新潟にも持ってないんです。上越市出身で発酵学の世界的な権威といわれる坂口喜一郎博士にちなみ、新たな鍋を坂金鍋と命名。市内の飲食店の協力を得て売り出す計画です。酒粕のまろやかな香りが鼻を通じて広がって、上越の缶ずりが味を引き締めてとても美味しいです。上越何があるんだろうってお料理聞かれた時に結構困るので、まあ酒粕だったりその発酵食品であるんであれば、それはとても素敵なことだとは思います。全てを鍋に集結させてブランディングして全国にアピールできればと思っています。実行委員会は酒金発酵鍋を提供する飲食店を募集。9月30日に市民向けの完成披露会を開き、その後各店舗での提供を始めたい考えです。